うファジーです。今日も正直やっていきましょうということで、私の方は初段でヤグラ暴言が得意な方です。よろしくお願いしますということで、皆さん今年もあともう少しで終わりでございますね。はい、本当にね、今年1年間は動画見てくれてありがとうございました。この動画が最後の、今年最後の動画になるのかな。うん、ということで来年もね、頑張っていきたいと思っておりますが、なんと皆さん覚えておりますでしょうか。ハンターハンターのグミが届きました。はい、端歩ついて銀上がって、このね、玉頭銀ではないんですけど、この歩取りにはいけないと。そしたら銀下がって、おほほ、ヤグラチックに組んでますね。はい、ではこっちの桂馬を使っていきたいと思いますが、これで取り込んで、これで桂馬跳ねたらどうなりますか。桂馬跳ねたら金が上がって、そこで4五歩で銀が左バックしたら香車取れるから、いけそうな気がします。いけそうな気がするということで、歩ついて、銀はどっち、そっちなら桂銀交換できますね。で、銀ぶち込むんですかね。あ、歩がついて、歩ついて銀ぶち込む、一回飛車先はついておきたいですね。で、やっぱぶち込むんですかね。同金同歩成同玉まで行って、もう一回金を打ち込んでいく的な感じですか。ということでね、軍技がね、届きましたんで、そのね、動画をね、作っていきたいなと思うので、来年は軍技動画からですかね。では、この、一歩ね、千金、これ一歩千金じゃないですか。この角頭に打って、で、これは通るでしょ。さすがに。角取られるわけにはいかないですよね。で、寄っといて、この桂馬をどう守りますかという感じです。だんだん狭くなってきてるんで、こっちもね、ちょっとこれで攻めが足りないので、銀を応援にという感じですね。同桂は同金で取る。あ、桂、ま、これ無視して、ガンガン行きましょう。これで桂馬ゲッチュ。で、金ゲッチュしたので、どうしようかな。この後が難しいですね。桂の王手。桂の王手すったらなんか逃げられちゃうので、3五桂とかどうですか。3五桂で、2、3桂なりとかを狙っていく感じですか。3五桂で、2、3桂なり、これはもういきますか。2、3桂なり、同銀なら角なれるという筋でどうでしょう。同銀に角なって、金持ってるんで、5、1、2、金も出ると。やったぜ、これはやったやったよやったよー、いやっすげ、ちょ、めっちゃ強くなかったですか皆さん、これ。え、めちゃめちゃ、めちゃめちゃのやつ、これ。え、なんか、今年最後に、いい将棋が指ったような気がしますが、どうでしょう、この辺のね、矢倉を崩していく感じで、歩がつけたのと、飛車先の歩ついて、まあ、行ったんですけど、結局飛車使わなかったんですけどね、結局ね。これで、歩取って、で、歩が入って、で、一回金逃げて、ここでね、銀上がって、同桂だったらどうなったかですね。まあ、で、これで取って取ってで、で、桂馬打って、ごめんなさい、また銀打って、金をね、狙ってきたんですけど、これで同銀に角なれたというのが結構でかかった。そういうことですね。でね、こっちにね、持ち駒は金持ってるんで、6、9に落ちたら5、9に金が打てると思ってたんで、まあ、8、9に落ちるぐらいかなと思ってたんですけど、そこで金取ってどうかな、みたいな感じだったんですが、急にね、隅まで行けたということで、まあ、最後の方は結構もう、もし8、9に落ちてても、こっちの優勢だったんじゃないかなとは思いますが、はい、ということで、いや、最後にね、なかなか、こう、攻めが筋に入った感じの勝ち方ができてよかったなと思います。はい。では、今年も1年間ありがとうございました。ではまた来年もよろしくお願いいたします。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。ファニーでございました。またねー！良いお年を！わう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